ウマンチュ広場の時間です。今日のトピックスはこちらです。私たちが暮らす沖縄県内でおよそ3人に1人の子どもが貧困状態にあるという実態が明らかになっています。昨年県が発表した調査によると、相対的貧困にある子どもの割合は 29.9%、 およそ3人に1人の子どもが該当します。この相対的貧困とは何でしょうか。貧困の考え方には2つあり、1つは着るもの、食べるもの、住む家がない状態を指す絶対的貧困、そしてもう1つは1日の食事が学校給食だけ、おしゃれをしたい年頃だけど洋服が買えずに我慢する、旅行や進学を諦めてしまうなどといった、みんなと同じような生活を送ることが難しい相対的貧困。子どもたちがこうした環境に置かれることで、成長過程におけるさまざまな可能性と選択肢が制約されてしまう恐れがあります。そうした中、子どもたちの学びや成長を社会全体で支える環境づくりを目指して、昨年6月、沖縄子どもの未来県民会議が設立されました。その活動について県子ども未来政策課の塩平さんに伺います。はい、沖縄子どもの未来県民会議は行政や民間など110の団体で構成される組織で、貧困解消に向けた支援事業に取り組んでいます。具体的にどんな取り組みがありますか。はい、例えば児童養護施設などで暮らす子どもを対象に、進学にかかる入学金や授業料の全額を奨学金として給付する事業があります。学ぶ意欲と能力のある子どもたちが質の高い教育を受けることで、その可能性を伸ばし夢に挑戦できる環境づくりを目指しています。実際にその制度を利用している方はいるんですか。はい、昨年度は応募のあった9名全員の給付を決定し、今年度から支援を行っています。そうなんですね。他にも各団体が共同して子どもたちを応援する取り組みに対して支援を行うジョイントプロジェクト助成事業や、沖縄都市モノレール協力のもと低所得世帯の高校生を対象に通学費用の負担を軽減する取り組みも行っています。そうした支援が実って、子どもたちが生まれ育った環境に左右されることなく、夢や希望を持って成長できる社会になってほしいですよね。そうですね。また、子どもの未来県民会議では寄付金を受け付けております。皆さんの善意によって集まった寄付金は、子どもたちの奨学金やさまざまな支援活動に充てられますので、ご協力よろしくお願いします。今日からできること。子どもの未来県民会議のホームページをご覧になって、まずは子どもたちが置かれている状況を共有し、明るい未来をみんなで応援していきましょう。続いて県からのお知らせです。県では9月15日金曜日に平成29年度狩猟免許試験を実施します。詳しくはご覧のところまで。児童扶養手当、特別児童扶養手当を受給している方は、ご覧の期間内に現況届、所得状況届を提出することになっています。忘れずに提出お願いします。厚生労働省では8月から9月にかけて毎月勤労統計調査特別調査を実施します。期間中は対象となる事業所へ調査員が伺いますので、ご協力お願いします。その他のお知らせはご覧の通りです。以上、県からのお知らせでした。ここで視聴者プレゼントのお知らせです。今月はこちらの商品を抽選でプレゼントいたします。ふるってご応募ください。ウマンチュ広場はインターネットでもご覧いただけます。ぜひチェックしてくださいね。それでは来週もお会いしましょう。一平二平デービルー。